こんばんは。そう、明日は幕張でトーク会でございます。寝起き感満載だよね。寝起きだけど寝起きだけど、起きてメイクしました。起きてメイクした。あ、今日はね朝が早かったので、はい、昼寝してただけです昼寝をしておりました。大丈夫です、私はいつでも寝れるので。アイリタの暴露写真暴露写真なんてないよ。晩ご飯は食べる。バターサンド食べた、美味しかった。あれ美味しい。今日未完全の配信あるけど知ってる？わかんない、なんだろう。みかんの剥き方またやるんだって。いつやるの？もう私はいないと思うけど私はいない気がするけどな、わからないけど、いつやるかは。まあそれ、その配信で知るっていうのもあるんで、まあいるかもしれないし、わかりません。寝起きは悪いよ、朝苦手なので。今日はその内容の発表だと思うよ。ぜひ見てください。私がいるかいないかは。今日はそう、手持ちです。明日の握手会も寝起き。本当に寝起きでいいな。寝起きで来るよ、知らないよ。未完全 TV の YouTube から生配信、いつからなの？もう始まる？7時とか？ね、参加する気ってなるよね。寝起き悪いというか、まあ、頭回ってないから
喋ってたとしても何喋ってんのってなりますね。やめて、いつもだよっていうコメントいらないです。頭回ってても変わらんって言われた。おーい、こんばんは。皆さんこんばんは。まあ、今も頭は回ってないんですけどね。あ、23日発表されました。公演です。ケツ公演です。よろしくお願いいたします。いつも直感で喋ってます。インスピレーションです。23日は何の日？祝日？だよね。祝日だよね。うん、祝日です。秋分の日。秋分の日か。へえ、早っ。もう9月も後半ね。早っ。早いですね。秋分読めた。読めますよ。でもちょっと涼しくなりましたね、最近はね。秋といえば、秋といえば栗きんとん。秋といえば栗きんとん。ね、だってリカちゃんの生誕の終わった1週間後にはもうリカをやっておりますのでね、早いですね。そう、岐阜名物です、栗きんとん。ぜひ。川上屋さんが好き。わかります、私も川上屋さん推しです。
あ、流しそうめん行ってないね。そろそろ頭回ってきた。まだです。まだです。そう、出持ちなんですよ。ルガディンとプール行ってない。まあ行けないかもですね。いけないかもです。温水プールもあるよってね。ちょっとね、夏はまたね、ツアーだったりクアーとかもいろいろあったのでね。今日何時に就寝予定ですか？2時ぐらい？わかんない。2時ぐらいじゃない？大体わかんない。眠たくなったら寝るんでわかんないです。今だと2時ぐらいに寝るんかなっていうぐらいですけど、実際12時に寝るかもしれんし、1時に寝るかもしれんし、3時になるかもしれんし、もう分かりません。明日間に合う？明日は間に合うよ。じゃ何時起き？わかんないね。何時起きかわかんないけど、頑張って早く起きるよん。寝坊はダメだね。ほののがまたご飯の話してるね。ほのの美味しいお店いっぱいしてそう。今度ご飯行きたいね。寝坊はしないように気をつけます。はい。炎の運転でね。炎の運転マジ怖いけどね。ねえ、ウィンカー間違えたとか言いそうで怖いけど、はい。まあね、行けたらいいなと思います。メロも言ってそう。私は間違えたことないよ、安心して。まあそういうことでお時間になりましたので、はい、ここまでにしたいと思います。552日、今日もありがとうございます。皆さんありがとう。それでは皆さん明日お会いしましょう。多分朝やるかな、配信は。またねー。